組4代目は誰に、全国一の構成員数を誇る広域指定暴力団山口組神戸。2代目山口昇は当時民衆の間で大人気だった浪曲の興行権をめぐるトラブルで山口県下関市の籠虎一家に単身話し合いに行き、騙し討ち同然に参された。そこで山口組3代目に抜擢されたのが田岡一夫だった。当時の人気俳優歌手等は全て山口組傘下の神戸芸能社に所属していた。3代目が亡くなり、4代目を誰にするかで闇の巨大帝国山口組が分裂するという信じられない事態が起こった。本来なら山口組若菜氏らとは組長に次ぐナンバー2の地、山本健一で4代目はすんなり決まりで誰からも異論はなかったのだが、田岡一夫絶対信奉者の山本健一は田岡一夫が亡くなるとまるで生きがいをなくしたかのように田岡一夫の後を追うように観光編をこじらせなくなった。ここで4代目を狙う様々な暗闘が繰り広げられる事態に陥った。大方の予想は山本博士と見られていた。しかし田岡一夫、山本健一、竹中正久の固い絆、極道の筋金入りの本流の線を多くの者は知らなかった。3代目当時山本健一の前任の若菜氏ら派、泣く子も黙ると言われるほどの地道幸男だった。地道幸男は暴力団追放壊滅作戦に呼応しきれず解散声明を出した。これに激高したのが山本健一と竹中正久だった。親分に何の相談もなく勝手に解散声明などしやがって、極道の風上に儲けねえ腰抜け野郎が。山本健一と竹中正久はなんとこともあろうに山口組にその人ありと言われた。地道幸男外計画を二人で密談した。地道幸男外計画。山口春吉、初代山口組組長時代から山口組の屋台骨を支えていた安原会が暴力追放の世間の波に呼応しきれず解散声明を出した。しかし安原会副会長大崎昌司は解散反対派の同志20名参加400人を集めて新たに新九九会を結成した。ヤクザに詳しい方ならこの新九九会のその後のネームバリューの大きさは知っていることと思います。会長の安原正雄は結局一人で去ってしまったことになった。この頃から山口組内部にくすぶっていた解散説は急激に下火になっていった。刑務所で解散声明を出した地道幸男は出所してきてからは組内部で完全に浮いた存在になっていた。この頃山本健一と竹中正久が地道幸男害を計画したのである。しかしあまりに大物である3代目田岡一夫にこの計画を打ち明け返事を待った。田岡一夫の返事はノーであった。兵庫県警の資料を紐解くと地道幸男を表して知性にかけ粗暴性強くとなっているが、これは違う。例によって怠慢警察が暴力団の野郎だから知性にかけ粗暴性強くと書いとけといった程度の資料である。資料などとはとても言い切れない。今日山口組が全国制覇の偉業を成し遂げたのは地道幸男の水際だった采配の手腕貢献が大だったのである。知性に欠けた男にこんな手腕が震えるわけがない。また粗暴性強くとあるが、地道幸男は小煩悩で愛妻家である。彼の愛情の豊かさを裏打ちするものである。若菜氏らを返上し地道組を解散してからの地道幸男はふぬけに陥ってしまう。昭和44年4月28日午前3時20分意識不明のまま3代目田岡一夫が入院している。同じ関西労災病院の一室で肺がんにより去した。これで大きな問題は一つクリアできた。この後3代目田岡一夫が去し、相次いで山本健一も愛してやまなかった3代目田岡一夫を追いかけて殉するように亡くなっていった。ここに山口組は一挙に田岡一夫組長とナンバー2の山本健一若菜氏らを失うという緊急存亡の時を迎えた。山本健一は遺言のように見舞いの竹中正久に言っていた。山本博士だけは組長にするが、この思いは竹中正久も同じだった。能書きだけは垂れるが組のために命を懸けるような働きはしていない。こんな奴は極道ではない。これが山本博士に対しての二人の共通認識だった。組長亡き後残された田岡組長夫人二
文子姉さんの意見の重要性を持つ組内の大方の予想は山本博士であった。しかし文子姉さんは主人の遺言であると竹中正久を推挙した。このことで組は真っ二つに割れ、山本博士を支持する鴨田重政等等の大幹部約6000名が脱退、一和会を結成。一方山口組は4700人と数では劣勢に立たされた。そして骨肉争いは壮絶を極め、悲劇的な局面へと向かってゆく。巨大帝国の崩壊、山口組四代目問題は落ち着くべくして落ち着くところに落ち着いた。田岡一夫三代目、山本健一、竹中正久の本流ライン、田岡一夫山本健一亡き後、四代目になるのは竹中正久を置いて他にいなかった。その後五代目は田辺義則、六代目司忍と続いたが、山口組は竹中正久のによって終焉したといって、気力、胆力、知力、こういったものは見せかけだけで生まれるものでない。五代目は田辺義則は山本健一の山県派を継承し、いわば親の七光で五代目になったものであり、実質は若なしらの匠勝の操り人形と言ってよかった。六代目司忍はアントニオ猪木に勝るとも劣らない長いマフラーを首から垂らし、ソフト帽子をかぶり、ジャニーズばりのかっこよさで記者会見等を行ったりしていたが、時代とともに現代的に変貌していくのも理解はできなくもないが、極道の真の本質は口説いが竹中正久で終わっていると言って、さて4代目になった竹中正久はまず一和会の切り崩しに取り組んだ。当初は数において劣勢だった山口組だったが、瞬く間に逆転現象が起こった。全国の様子見の多くの組が竹中正久の豪腕と山本博士の胆力のなさに気づき始めた。それに何といっても山口組の大門が物言わぬ威力があるのを誰もが知っていた。竹中正久は山本博士に引退を迫った。日に日に衰えていく一和会山本博士、二代目山広派の若頭後藤英二は親分山本博士の惨状を目にし、山口組四代目竹中正久案を決意した。全国の極道会に衝撃を与えた。竹中正久案の不穏な空気を若頭補佐匠勝は感じていた。親分気ぃつけな、飽きまへんで、玉が入っても死なんときは死なん、餅を食べて死ぬやつもおる、命は時の運や。竹中正久はボディーガードを嫌っていた。刻一刻と迫り来る山口組四代目竹中正久案のタイムリミット。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。